こち本日のテーマです。まさにその主体性の言を作り出した法則化運動のメインの活動であった法則化論文について、えー、お二人の先生に思い出の法則化論文というテーマで、まあ結構あのおじさんテーマですけども <laughs>、吉田先生から伺ってっていいですか 僕はね、えー、っと、はい、北陸合宿というのを、まあ僕が中心でな、その頃はサークルに入ってなかったんだけども、<Yeah. S 1> いえ。ますということで、えー、2A なんかにもう告知が出てたのでね、あの、論文を10本以上ということで書いて持っていったんですよ。はい。でもその頃はもうサークルには顔を出してたかな、oh. えー。そしてね、oh. そこでみんながあのー、自分で法則化論文を読み上げて、 <A> 向山先生に判定してもらうっていう場があったんですよね。はい、はい、はい。A とか B とか C とか。あ、あの、合宿ですかそうですそうです。で、向山先生ご本人が審査したってわけですね。はい、そうです。で、吉田先生も読み上げたんですかそうです。<laughs> なぜ言ったのかあの頃はどうかななんか、溢れるものがあったんですよね。<laughs> ありましたね。<laughs> 自分のこうやってる実践が、 正当に評価されるかされないかという全く個人的な理由で言ってたんですよ。わ <laughs> かります。はい。本当のそれだけで言って、ドキドキしながらね、やってって、3本目にね、禁煙教育を取り上げたらこれはいいって言われて、はいえー、それが1本 A' ぐらいになったかな。え、金融ですか禁煙、禁煙教育ね。禁煙タバコはい。<laughs> 実はそれで僕、福井県の教育奨励賞って大きい賞状に、ね、まあ、ここにもあるんですけどもらってたんですよね。ええええ。ええ、で、それがね、めちゃくちゃ嬉しくて、はい。それ、これきっと法則化シリーズに乗るぞって楽しみにしてたんですけど、ええ。結局乗らなかったんですよ。<laughs> え <laughs> いや、でもね、<え>もう。ええ何っのに乗らなかったんですかうんあの、いろいろ編集の都合があったんでしょうね。<laughs> はい。いや、でもね、もう一番の思い出はそれですね。 だってあの、絵もらえる人ってわずかだったじゃないですか。いや、そうです、貴重ですよ。ねだからすごく嬉しかったのを覚えてますね。いや幻の論文だったんですね。<laughs> えー、そうですね。まあでも、その後いろんな雑誌に書いたりしましたからね。まあ、なんていうか、この湧き立つものをそこで認めてもらえたっていうのが嬉しかったっていう感じですかね。えー、ね若き日の思い出ですね <laughs> そうですね。 <laughs> 村野先生、いかがですか。<laughs> はい、えー、っと、その法則論文に関する話をすればいいんですか <laughs> そうです。<laughs> あのー、忘れもしないのは、新災のとにね、はい、こう電車で少し学校に通ってた時に、はい、う同じ代の仲間の、まあ、友達で一緒に先生になったやつがいるんですけど、学校は違ったんですけど<あ>そいつが 法則化シリーズのね、第一期の法則化シリーズの本を持ってきて、これがいいぞって進めてくれたんですよ。はいはい。で、何がいいのって言ったら、何て言えばいいのか、授業でね、全部書いてあるから、これはすごく使いやすいよっていうふうに紹介してくれたのが最初だったんですよ。はいはいはい。はいはい、で、えー、確かに、その、今まで教育って、 っていうとねなんか人から盗めとかそういう感じだったじゃないですか。はい、それを知る、はいはい、ことじゃなくて、はい、だって本にこうやれば授業できますよというものを提供してくれる発問指示、説明があってね。具体的にありましたね。<の>はい、ね、それを初めて見たんですよ。で、はい、まあ、あ、これはいいかなと思って本屋さんに行ったのが最初の放送化論文との。 接種なななんんてかなこう出会いなんですよねどんな内容だったんですかどんな内容だったんですかね忘れ <laughs> ちゃったんそれは。だんだんその、<laughs> あの第2期、第3期ってなってくると、はい、本としてのね、価値も自分の中でずいぶん上がってきたので、はいの、レベルも上がってますよね。上がってますね。1> 第一期よりも、はい、1> 第一期ってこう割と断片的にポンポン入ってる感じだったんですけども、はいはい、まあ、自分が三 教員3年目かな ?3 年目の時に6年生を初めて持ったんですよ。で、そうすると社会科で歴史の授業をするじゃないですか。はいで。歴史なんてどうやって授業したらいいのかわからなくて、それで、ちょうどその時に第4期の、えっ、ー、とね、歴史授業の全発問全7。ありました、ありました、はい。シ、ねはい、リーズの中ではちょっと厚みがあるんですよ。そう、厚ぼったくてね、その、はい 歴史に関して、すべての単元が、西尾はじめさんから書いてくれて、はい、あ、そうです、そうです、そうです、はい。これが出たときにはですね、本当に嬉しくて、ええ うん。あの、歴史の授業もこれで大丈夫って思いましたね。思いましたね。大丈夫でもなかったんですけど。でも心強かったですよね。心強いですよね。本屋さん行ってこれが変えたってなると。はいはいはい。いやー、西尾はじめ先生、懐かしいね。懐かしいですね。はい。で、今はもうそういう本が出てないんですけどね。そうなんですよ。あの、このシリーズはあるのかなこれは。ああ、それはね、まだ Amazon でも手に入ります。 手に入りますよね化、はいまあ、シリーズっていうあの本はもう全部なくなっちゃってるけども。いやいや、はい、あのね、まだこんなの出てるんですよ。<あ><あ>新法則化シリーズ。はいはい,はいはい。法則化出てますけどね。学術、えー、の頼者。論文集っていうのは、まあ、ここに入ってるわけですよね。えー、両方あります、ねまあうんあのー、私はその歴史、西尾はじめさんのね、歴史の本が出たときが一番嬉しかったのを覚えてますね。はい、はい。まあ、他にも分析表だとかね、はい、あらゆる授業のことが出ていて、 本当に隅から隅まで追跡しました。<laughs> しましたね。もう本当に。あのサイズのまた本あね、D5 版かなちっちゃいんですけどもね。そうですね。はい、<laughs> もうね、もう教室に持ってって、あの常備してましたね。<laughs> あの、当時はね、学校に置いとく、家に置いとくって2つ買ってる人も結構いました、ね。あ、そうそうそう,そう。うん、はい。いやー、懐かしいですね。私はですね、どうしようかな。自分の、自分が初めて論文審査に持ってった論文っていうのはドッジボールだったんですよね。で、ドッジボール両方のコートの真ん中に飛び箱の台を置くってやつだったんです。そうすると、あの、隠れることができる。内野の子が。<laughs> ボール飛んできても裏側に隠れることができるっていうんで、 それを持ってって、向こう山先生ね、ご本人の前で読み上げたんですけど、うん、これは過去に実践があったな、みたいなことで B だったんですよね。<laughs> でもですね、それね、34年前だったんですけど、今、あの、あの、ほ、ほ、あの、トスのホームページ、公式ホームページに、あの、あ、違う、インスタグラムだ。 トスのインスタグラムっていうのがね、最近できて、そこにドッジボールの実践っていうのが載って、それパッパッパッパって見てたら、その中の一つに出てきてるんですよ。<laughs> 中,中央に飛び箱を置くっていうのが。あ、これ俺やってたやつじゃんとか言って、ね。そういう先行実践まではね、私は調べきれなかったんです。まだ新卒だったんでね。でも、それがね、すごく記憶にありま、もう一個言っていいですかもう一個。もう一個どうしても欠かせないのが、 青坂慎二先生の文を長く書かせる方法っていうのがあったんですよ。あの、先生が教室の前に立って、これから先生がやることを文に、作文に書きなさいって言って、あの、教室から出てって、少ししたら戻ってきて、あの、なんか、はい、書きなさいみたいなの。<laughs> で、評定するんですよね、それを。そうすると、ど,どん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 子供たちの文章が、あの長く、作文が長くなっていくっていう。 これが法則化シリーズにあって、これ毎年やってましたね。これ、い、今でもあるのかなと思って、トスランド、さっき検索したらありましたね。文を長くだけで検索すればもう出てきます。いっぱいしかも出てくる。これ、いろ、いろんな微妙に違うんですよ。皆さん、あの、推進の仕方が。でも、現実戦の向山先生、向山先生が現実戦だったんですけどね、それ、2年生だったかな。それは、それを探し当てるのがまた、 楽しくてねいや微妙。ずっとね、研究してました。はい。もう、法則から文ねい、今の若い先生にとってはね、あのめっちゃね、懐かしいじゃ、もちろんないけども、めっちゃ新鮮だと思います。あの、当時、あの、d 5版で見開きで2ページ、1、2ページぐらいで完結してましたね、1本。 ですから、すごくやり、ついしやすかったんですよ。<laughs> あの教室持ってって、すぐできたっていうか、で、誰でも成功しちゃうあ。その通りやったらうまくいっちゃうっていう、そういう技術、技術っていうのはうまく、その通りやったらその通りできるっていうのが技術ですから、あそういうのがある、教育界の中にあるんだっていうのは、逆に今の先生方にとっては、新鮮じゃないのかなと思って、今回のテーマをチョイスしました。はい。 えー、私たち三人にとっては懐かしい話題で、あの、とっても楽しめました。<laughs> <laughs> <laughs> 今こそ必要,必要だと思います。今の村野先生のお話を聞いてて、あのピンと来たんですけど、その法則化論文当時は、 理屈を抜きにして書きなさいって言われました。<laughs> 理屈書いちゃダメだ。子供の事実だけ書く。で、先生が言った発問指示説明だけ書くっていうあ。理屈抜きなんだって、それがあの、新鮮だったんですけど、今、うん、あの、理屈結構多く、多いじ情報型の時代になってきてるんで、逆に、ね、理屈を抜くっていうのが画期的で、 そうそう。まだ教員慣れてての読解力のない私たちにとってはね、ど理屈がグダグダ並うと嫌になっちゃうのよ。<laughs> そうそうなんです。でも今ま,まだ、また理屈多くなってきてます。情報がすごい多くなってきてるから、逆に新鮮だと思うんです。貴重が動画が撮れました。ありがとうございます。